歌手、俳優、司会者、タレント。本名は、鈴木英治。元千葉県知事。知事業務で法的書類は本名を使用する。タレントとして、サンミュージックに所属しており、同社に所属する最初のタレントである。趣味はガーデニング。身長175センチメートル。血液型は、大型。愛称は森県。東京都大田区桑原で生まれ、4歳で。 道区東矢口へ転居する。兄、姉、弟、妹の5人兄弟だが、兄は病気で死亡する。両親は、当初、吉原の名前を資料するも、近所で同名の個人があり、英治とした。剣道三段である父の亀尾の方針で、大田区立矢口東小学校6年生の夏から、母方の親族である奥田義太郎の埼玉県蕨市の道場へ通う。 大田区立安形、中学校3年生の時に、半死より2段を員化された。中学生組の大将として、高校生組の大将と対抗試合を行い勝利する。1968年春に、私立生息高等学校を卒業する。高校卒業後は、大学受験に失敗し、 日劇ダンシングチームで活動する姉が、同僚の萩田と後年にサンミュージックでマネージャーを務める福田時を紹介する。男性新人を探していた福田のアドバイスで、神田の予備校へ通いながら、週に2回以下のレッスンに通う。3ヶ月後、眉積純のヒット曲、夕月ずきの映画化で出演する。そしてその夕月ずきでの役名をそのまま自身の芸名とした。続く、 婚前旅行と4作目の夕日の恋人で初主演する。それ以後、1970年代前半には学園生活を描いた数々のテレビドラマに出演し、青春の巨匠という紹介が定着した。1978年に明治学院大学法学部を中途退学する。自らが三十代になった1980年代に入るとドラマ出演は、 従来の学園者から時代劇中心へとシフトし、司会業にも挑戦したが、工述する政治活動の開始とともに俳優としての活動は減少した。1995年に文部省選定の防犯教育ビデオ映画、地球防衛少女、イコちゃん。1996年に IAM 日本人、それぞれで企画と制作葬式を担当して自ら出演した。 参議院、議員1992年、第16回参議院議員通常選挙に、東京都選挙区から無所属で立候補し、連合主導で、民社党、社会党、社民連の推薦を受けて当選した。当時争点となっていた、PKO 法案に、賛成の立場で、これに反発する、社会党、社民連支持者の一部は弁護士の内田正都氏を、 擁立する分裂選挙となった無所属のまま民社党会派に参加し、民社党会党前の1994年に、野党時代の自由民主党へ移り、6月の内閣総理大臣指名選挙は、党議拘束に反し、日本社会党委員長の村山富一ではなく当時自民党総裁の河野洋平に投票した。衆議院議員1998年に、 新井正慶の自殺に伴う衆議院、東京を4区補欠選挙で立候補し当選。2000年の第42回衆議院議員総選挙で自民党の公認を得られず無所属で立候補したが再選。その後自民党に復党。2003年8月土屋義彦の辞職による埼玉県知事選挙への立候補に意欲を示したが最終的に撤回した。 直後の11月に行われた第43回衆議院議員総選挙には立候補を見送った。2005年千葉県知事選挙2005年に千葉県知事選挙に立候補したが現職の堂本秋子に敗れて落選する。2009年千葉県知事選挙2009年1月26日に千葉市内で記者会見を開き3月執行予定の千葉県知事選挙に 再度の立候補を表明。3月29日に執行された千葉県知事選挙に無所属として立候補し、101万5978票を得て初当選した。県知事就任後、第45回衆議院議員総選挙で千葉県、神奈川、埼玉県など各地で自民党候補を応援演説した。 2013年の千葉県知事選挙2013年1月30日に3月17日投開票予定の千葉県知事選挙で立候補を表明し無所属として立候補して123万137票を得て2度目の当選となる2017年の千葉県知事選挙2017年3月26日に執行された千葉県知事選挙にて3回目の当選を 果たす。2020年11月12日、翌年春の千葉県知事選挙へ出馬しないことを表明した。退任後は、公職から退き、タレントに戻る予定。2021年3月4日には、自民党推薦の関正幸の応援に駆けつけた。2021年11月、朝日、重光明を受賞。 2000年8月に自身の公設秘書が公職選挙法違反で逮捕され、連座性適用による自身の失職も想定されたが、東京関西で罰金50万円の略式命令となり、連座性適用は免れた2009年千葉知事選中は完全無所属として選挙活動をしていたが、当選後に自由民主党支部長であると報道され、2009年7月3日に、 自由民主党を離党した。自民党支部長の森田が完全無所属を謳ったのは公職選挙法の虚偽記載公表罪に当たるとして市民団体から刑事告発されたが2009年9月に千葉地方検察庁は所属党派証明書の交付を受けていない以上無所属とせざるを得ないとして不起訴処分とし2010年7月に千葉県 タイに検察審査会は、完全無所属が、政党との人的、資金的なつながりがないことを示すと、断言するのは、難しいとして、不起訴相当とした。学生時代に、剣道の経験があり、俳優デビュー初期よりプロフィールなどで、段位は2段であると公表しているが、各地区剣道連盟などが免状を発行する、段位ではなく、高校1年生の頃に、 高野佑三郎の直径で半死である恩師に腕前を認められて分かった二段許すと口頭で言い渡されたと述べた。エッセイストで高校時代に剣道部員だった玉三郎によれば市内をきちんと握れていない森田に剣道の心得がないのは明白という。千葉県知事就任以降千葉県知事選挙の時期はレギュラー番組を休止したり 代理のパーソナリティが出演する。国会議員は立法機関の一員であるため、数名の使用が認められているが、都道府県知事は行政機関の一員であり、公文書では責任明確化の観点から芸名使用は認められていない。このため、対外的に法的効果を有する文書などには、本名の鈴木英二が用いられる。鈴木英二に関するカテゴリー。 さらば涙と用に関するカテゴリー、ありがとうございます。